おはようございます。速稼塾の久保です。昨日ですね、オリガルヒのメンバーにはこれ動画で送って、詳細をお話してるんですけども、昨日の18時の時点でですね、まとめているのをちょっとね、今回は朝の相場解説の前に皆様にも共有しておきます。ここで大きな資金が入ったんですよね。大きな、ローソク足になってますよね。その後、ここまで大きなローソク足って見られてないと思うんですよ。で、次に、真ん中ぐらいの大きさが束になっているところがここに2箇所あります。で、その2箇所の下の方に、この抵抗体の矢印と黄色い線を引いたんですけども、ここをもし破ったらね、この辺りで資金を、玉を立てていた方が諦めて、決済すると思うんですよ。そうすると大きな流れが起きるよと。この辺りまで行くよっていうことでした。さらに、この辺りまで行くと、こっちにも抵抗体がありますんで、今度は新規の売りが入ってね、さらに、下に行くんじゃないかなってことをお話しました。金額的には135円を割ってしまうっていうところです。さあ、今日の相場解説はどうなってるでしょうか。それでは相場解説の方行きましょう。おはようございます。今日は6月24日金曜日5時21分の相場解説になります。まず日足を見るんですけども、これダウ転換で下落のトレンドが起きることもちょっと考えておかなくちゃいけないんですよね。ということでね、この辺りをクローズアップして、日足の方を見ていこうかと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、これですね。ダウ転換をするとしたら、ちょっとこのね、髭があるんでまだ、髭があるんでまだ何とも言えませんけども、このチャートを見ると、この水準を下回っても上に上がらなくなったら、これはもう下落の流れが始まるんじゃないかなってところですよね。ただね、やっぱり下落は起きにくいなと考えるんで、今のところ私は、ここまで一旦は下がってもね、倍の方に行くことをやっぱり強く考えてますね。他に下がる材料ってちょっと考えられないんですよね。で、4時間も見ていきますけども、斜めのトレンドを引いたことがあると思いますけども、これを下回っていくとしたら、そうですね。133円、134円を割り出したら、これはちょっと警戒しないといけないかなっていうところですかね。とりあえず134円を割ったら、ダウ転換、セルへの流れもあり得るかなというふうに考えておく程度に留めておきます。ただこれ、下髭を出して次が陽線ですから、ここから回復基調に入るんじゃないかと思いますね。こういうふうに上がっていくとは思うんですけどね。で、1時間の方見ていきます。はい、この1時間ですけども、気をつけないといけないのが、この辺りですね。だから今同水準にいるんですよね。だこちらの方で、さらに、円安を加速するような動きが仕込まれていたんですが、ここを超えてね、ここを超えていった場合は、追撃の玉をこの辺りの人が入れて、それにくっついていく中級投資家もいると思いましたが、今回いなかったんで下がっちゃいました。で、こちらで資金を入れた方が順番に決済していったんで、プラスね、売りのポジションを立てた方もいると思いますんで、ここまで急速に下がりましたけども、でも全体的には円安がまだ進むと思いますんで、今ね、135円に行く頃かどうかなってところですけども、136円を目指すものだと思って見ていけばいいんじゃないかなと思います。それが今日の金曜日の相場解説ですね。まだまだこれ、円安進むでしょうね。感覚じゃなくてテクニカルで見ていかなきゃいけないんで、テクニカル的にこれが円安が終わるとしたら、ここをもう超えられなくなった時ですよ。だ今日一日見て下に行くようだったら、これは、もしかしたらね、こういったところまで、円高になることを見ていかなくちゃいけないですね。確かに131円とかちょっと考えにくいんですけども、でも元々はね、125円あたりから130円いって、130円から135円いってますからね。この短期的な10円の幅を見ると、巻き戻すのも早いのかなというふうに覚悟はしておきます。でも、ならないとは思います。とりあえずは、この今の抵抗体との絡み、この攻防戦を見ていきましょう。それが金曜日の主題になります。はい、以上ですかね。